沖縄県道7十号国神東線は沖縄県国神郡国神村から東村に至る県道である。旧名称は名護国神線。沖縄本島北部東海岸を縦断する。名護国神線時代は沖縄県内の県道では最長の路線で県内を通る国道を含めても当時国道58号、国道329号に次ぐ3番目に長かった。 現在は、西表島の沖縄県道215号、白浜ハ見線に次いで2番目だが、沖縄本島内の県道では、最長で国道を含めても6番目に長い。沿線は、沖縄本島北部で、最も山林など、自然の多いヤンバルという地帯を通るため、人口の少ない地域がほとんどで、信号は終点に近い東村ヒララの東、村役場付近の1カ所しかない。 沖縄本島を一周するドライブツーリングコースで車やバイクが走りやすい道路であるものの交通事故も時々起きており、中でも沿線に生息する特別天然記念物、ヤンバルクイナが死亡する事故が目立つ。このため、従来全線最高速度が時速 40km だったのを沿線住民の交通安全と、 ヤンバルクイナの保護から国神村安派の一部区間を2006年から時速3 0トルに引き下げた。また、動物注意、ヤンバルクイナと描かれたイラスト入りの標識が設置されている。かつて73番、川田線、78番、名古東部線が通っていたが2018年10月に、東村が独自にコミュニティバスの運行を開始したのに伴い、 村外からの路線バスを乗り入れが廃止された。起点、奥橋国道58号橋梁ありがとうございます。